あ、実験大好き MNF です。今回はね、やっとメンテナンスの終わったマグネチックループアンテナ、実際のね運用に向けて使っていこうかと思います。実際ねどれぐらい聞こえるのか、でその聞こえ方の癖、それを含めてねちょっと動画の方で収録してみましたのでね、ぜひとも皆さん見ていただければと思っております。補足説明。恐怖の沼アンテナ、マグネチックループアンテナ紹介するよ。実際に使って受信してみたよ。多くの方がハマった怖いアンテナだよ。本当に怖いアンテナだから、使いたいと思った時は十分に注意してね。のんびりと紹介するから、時間があるときにゆっくり見てね。こんな形でね、アンテナの方の設営終わりました。ちょっとね明るいんでね、逆光もあって申し訳ないです。こんな形ですね。こんな形でね、ちょっと屋外の方にアンテナ設置しております。こういう形ですね。今ずっとまた動かしていっております。はい、しましたね。実際ちょっと先ほどもそうだったと思うんですけど、無線機の受信感度だけではね、もう全然調整できないアンテナっていうのがね、ご理解いただけたんじゃないかなと思います。でね、一般的によくされてるのが、次は SWR 系を接続したらいいだろうっていう形もあると思うんですけど、先ほどもね SWR 見ていただいたら分かると思うんですけど、非常にね高い SWR が低いところと高いところがもう差が激しいアンテナなんでね、無線機の崩壊度が入ったりしますので、多分 OM 各局、まだこういうアンテナアナライザーが登場する以前はね、ノイズブリッジと言われるほど、私も自作品があって今ちょっと倉庫に眠らしててね、ちょっと現物をお見せできてないんですけど、ノイズブリッジっていうものを使えてた方が多かったんじゃないかなと思います。ただね、もう今となりましたらね、アンテナアナライザーで調整されてる方が楽ちんだと思います。はい、ただまあその時に注意しないといけないのが、アンテナアナライザー壊さないように、これ一番要故障する原因がね、近くで送信して、要はアナライザーの、まあ、研波回路を吹き飛ばしてしまうっていうんですか、ダイオード飛ばすっていう事例が多いともね、メーカーさんからも聞いたことあるんでね、非常にね、この手の運用の中でアンテナアナライザーを使うとね、壊す可能性が高まるので、重々注意してね、使っていただきたいところになります。で実際ね、ちょっと私のね、調整の仕方をお見せいたします。こういう形ですね。実際のところアンテナアナライザーして、ここ先ほどお見せしたんですけどね、このスイッチちょっと操作しながらやってみます。反対ですね。ちょっと回してみます。結構ね遊びが多いんでね、こんな形ですね。もう慣れてきたら打てていくんですよ。はい、これでいきましたみたいな形でね、ここまで行くのに何年かかったかはもう覚えてないんですけどね、結果的に皆さん一番悩むのがこの駆動部分をどうするかっていうのをね、先ほどみたいな構造で解決しております。実際にね、これでちょっと違う周波数に行ってみます。例えばこの辺だってなった時にもこんな形ですね。もう見ていただいてると分かると思うんですけど、今、中心が 7.142 ぐらいですか。1.5 が 7.137。うわ、もう一気に行くんでね。この辺かな。もうほんと指の差なんでね。1.43 とかね、もうそんなところでほとんどないんでね。QSR するごとにね、もうこんな形ですね。もうちょっと QSR したらもうこんな形ですからね。この感触よく見ていただければね、このアンテナがいかに、まあ沼アンテナって言われた理由もね、なんとなく初めて見られる方もね、わかるんじゃないかなと思います。沼なんですよね。沼なんだけど、沼にはまって皆さんね、結構楽しめるアンテナでもないかなと思います。本当に沼です。で、こんな形でね、別の周波数に QSR するときはね、先ほどもそうですけど、ここを押して、どっちやったらですね、もうほんと職人さんの管理の世界ですけどね、こういう形ですね。慣れてきたらね、そんなに難しくないですけど、ちょっと遊びがあるんですけど、自分が作ったもんですから、市販品でしたらね、もうボロクソ言うてやろうかなっていう気持ちもあると思うんですけどね、自分で作ったもんに文句も言いようがないと思うので、黙ってこう癖を覚えるか、黙って自分でね、解除したり、まあ、OM 各局さんのね、まあ、情報を入手しながら、いい方法を手探りしたりするんでね。そういう意味合いではね、市販品ご購入も一つの手ですけど、こうやってね、先ほども言ったんですけど、乾燥の材料でもそこそこのものまだできると思うので、ぜひともね、こういうんで挑戦していただければと思います。
はい、しましたらね、先ほど 7MHz の方でやったと思うんですけどね、今回は同じく21でもね、ちょっとだけやってみようと思います。こちらの方ですね、ちょっとだけ動かしてみます。で、今がね、多分 28MHz ぐらいかな、一番コンデンサーの少ないとこから随時ね、今上げていってるような形です。経験上はね、やっぱりローバンドよりもハイバンドの方がさらにね、Q が変化がコンデンサーの、ね、構造から言っても激しいんでね、一つのアンテナで28から21までカバーしますので、ノイズレベルでね、ある程度こういう形ですね、21メガは分かるんですよね、ある程度ですよ、もう本当に。ただ送信するには不安あるんですけどね、こういう形でね、上がってきましたよね、59ぐらいまで。ちょっとスイッチもお見せしておきますよ。ですよね、意外とローバンドはちょっとやりづらいんですが、ハイバンドはね、カバー性が広いので、まあ、ある程度ね、これで回しますとね、だいぶ下がってきましたよね、ずっと。今がずっと下がって、だいたい28ぐらいかな、だいぶ容量が減ったんでね、もう28ぐらいのエリアになるとこんな形ですね。ですよね、ある程度の目安はね、やはりS メーターでもできるんじゃないかなと思います。でもこれで送信したら、すみません、間違いなくSWR の異常が出るんでね、あくまでも目安ですね。目安まではね、経験上ハイバンドはね、このアンテナ行けるような形になっております。はい、しましたらね、ちょっとこちらの方ちょっとね、足元で申し訳ないです、こういう形でね、スイッチもね、使いながらちょっとやってみようと思います。今こんな形ですね、 21.231、全く使えるような状態じゃないんですけどね、多分これで回すと、ああもう一気ですね、自分で言うのもなんなんですけどね、作った本人が。ちょっとインチングっていうんですか、こんな形ですね、わかりますかね、ここのスイッチ。まああったかいね、車内でやってるんですけどね、まあこういう形でね、グイッと、もうほんまに切った余力で走ってちょうどいい感じですね。今で、21.230、 1.5 が 21.197 とか8ですね、 21.268 ですので、まだハイバンドの方がね、帯域が広いといえば広いんですけど、まあまあこれなんとかね、固定しててもそこそこのところね、狙えばいけるんかなと思うんですけど、やっぱりローバンドはね、正直で調整しながら出ないと難しいんですけどね、まあこんな形でね、21名がいけます。で、24.、ちょっと周波数ね、間違ってたらすいませんけど、まあすいません。ちょっともうここ、だいたいこれにしますね、もう仮に。はい。24メガも、ちょっと待って、今モーターがぐるぐる回ってるんですけどね。だんだん回っていきますので、ね。多分一気に下がると思う。下がり始めましたよね。こうなったら、もう一気ですね。神業ですね。自分で言うんじゃないですけど。モーターがすぐ止まらないんでね。はい、神業完了です。もうこんな感じです。本当神業ですね。多分28がね、もう使い方だいぶ忘れたんですけどね。さらに神業の域に行くんやからだったと思うんですけど。多分ね、さらに神業の域に行くと思います、28メガは。あ、下がりますよね。離して、まあこんな感じですよね。よいしょ、よいしょ。なんかもう本当にね、職人芸。まあもうちょっとこの辺がね、市販品ならようできてると思うんですけどね、もう何を言うともアマチュアです。はい、まあこんな形でしょうかね。ちょっと 28MHz は 28.352 ですね。1.5 が 28.323。上が、よいしょ。28.392 とかそんなところですか。まあこんな形ですね。まあいろんなやつでね、もっとね、よくできた方だとようできてるかもしれないですけどね。まあ実力としてしましたね。こんな形の事例が多いんじゃないかなと思います。
まあ、あくまでもね、これも自作の個人が作ったエイヤーで作ったもんなんでね、一つのサンプルですので、実際はね、いろんな OM さんが銅のパイプ使ったり、もうベンダーっていうんですか、専用の丸のベンダーを作られて、あ、太いアルミパイプを曲げられたりね、もうそれはもうすごい、もう芸術作品をね、ネット上でもいろいろとね、ご紹介されている方多いと思いますので、まあ、あくまでもこれは一例ということでね、見ていただければと思います。どうだったでしょうか。結構ね、見ていただいても癖のあるアンテナで、ね、まあ、遠隔操作でなんとかなってるのは分かると思うんですけど、私のやっぱり運用形態というんですか、 CQ を出している局長さんをバンド内で探してスピーディーに呼び出すという方式ですとね、アンテナの調整が間に合わないので、さあどうしようかなと思って今考えております。運用の形態も変えていかないといけないかなと思っております。まあ、その辺含めてね、次回以降なんとかね QSO に持ち込んで、他のねコンパクトアンテナと比較していきたいなと思っております。おそらでお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。